今回は音声認識機能を使ってですね、航空管制やっていきたいと思います。で、ここですね、ここがパネルになっていて、左シフトを押した時に音声を認識してくれる形ですね。で、今ディパーチャーですね、ここにバリュー1114ですね。ちょっと普通にバリューって言ってみましょうか。バリュー1114。あれ、普通に行けたな。ちょっと待ってください。ちょっと待ってくださいね。普通に行けましたね。バとブブ全然認識してくれなかったんですが、今普通に行けたな。とりあえずこのディパーチャープッシュバックのやつを言っていきましょうか。バリュー1114プッシュバックアプローブドエクスペクトランウェイ28。これでプッシュバック許可でランウェイ28ですね、からの出発許可というかですね、はい。で、今タキシーの準備ができて、一応このままバリュー1114ランウェイ28っていうとここから行ってくれるんですが、ちゃんと途中の滑走路からも出発させることができて、例えばエコーですね、エコーから行かしたいときはバリュー1114、ランウェイ28アットエコーっていうとここから出発してくれる形です。バリュー1114ランウェイ28アットエコー、あと B になっちゃったちょっと待って、それダメ。バリュー1114ランウェイ28アットエコー、あれ言ったかな、あれなんか違うな、なんか違うな。バリュー1114ランウェイ28アットエコー、あれ B になっちゃうな。The runway is too short for takeoff value 111. あー、これ滑走路が足りないのか、この飛行機だと。バリュー1114ランウェイ28 at alpha。 Runway 28 at alpha value 1114 ここすごい書き換えられてますね。あ、これで、あ、行けましたね。で、ちゃんと止めることもできます。バリュー1114ホールドポジションで、ちゃんと止まる形ですね。そのタクシー中に、ぶつからないようにとかもしなきゃいけない形ですね。バリュー1114、コンティニュータクシー、これでまたスタートですね。で、次がこれですね。これがフィールドエアーの略ですね。FRT は航空会社のコールサインか。なのでフィールドエアー1035ランウェイ28、あ、間違えた。フィールドエアーは、フィールドエアー1035プッシュバックアプローブドエクスペクトランウェイ28 Ground 28 pushback approved 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 は承認するっていう意味みたいですね。 Field Air 1035 ready to taxi。 あ、ready to taxi 来ましたね。 Value 1114 ランウェイ28 clear for takeoff。 これで離陸の許可を出した形ですね。正直グラフィックとかはそこまでいい感じではないんですが、この音声で細かくできないですよね。で、これ出発したらバリュー1114コンタクトディパーチャーで、Roger. Good morning. 他の何でしたっけ、行動エリアかなんかのあれに引き継ぐ形ですね。フィールドエア1035ランウェイ28、はい、これでまた忘れてましたね。まだ
体の数が少ないからいいんですけどね。そう、結構このコマンド表を見ると高さとか方向か、それも指示できるみたいですね。飛んだ後に何メートルの高さで右曲がれとか、かなりコマンドは豊富ですね。ヘディング120とかやると多分120度の方向に飛んでいくとか、フィールドエア0、あ、間違えた。フィールドエア1035、ランウェイ28、クライムトゥ3000、クリアフォーテイクオフ。あ、間違えた。違う。ネガティブ。フィールドエア1035。フィールドエア1035、ランウェイ28、クライムトゥ3000、クリアフォーテイクオフ。クリアドフォーテイクオフ。フィールドエア1035。ランエイ28、クライムトゥ3000、オンリーチンコンタクトディパーチャー、クリアルフォーテイクオフ。魔法の呪文みたいですよね。バリュー1115、ランエイ28、クリアルトゥランド。これで着陸許可ですね。A はダメですね。これはフィールドエア、あ、でかいやつか。フィールドエア4873、ランウェイ28。ランウェイ28、フィールドエア4873。レーダーに速度と、あとリポートしてもらうこともできるんだ。バリュー1115、リポートエアスピード。Value 1115, our speed is 200 knots. 200 knots, 200 knots ってことですね。ちょっとお話ししてよ。Value 1115, report position. Value 1115, 7 miles east from the airport. いいですね。7 miles. 7 miles 先の東にいるみたいですね。これ行っちゃっていいかな。ギリギリ行けますかね。フィールドエア4873、ランウェイ28、クリアルフォーテイクオフ。ランウェイ28クリアルフォーテイクオフ。あ、ちょっと危ないかな。あ、やめた方がいいかも。フィールドエア4873、ホールドポジション。Hold position, field air 4873. ちょっとこれ失敗するとマイナス400点になっちゃうんですよね。ゴーアラウンドさせればいいか。あ、そういうことか。やっぱこの円2つ分ぐらい入ったらもうやんない方がいいですね。危な。来た。ペナルティーポイントは入ってないんで大丈夫そうですね。で、これはターミナルまで。バリュー1115、タクシーとターミナル。タクシーとターミナルバリュー1115。これで、次が、フィールドエア4873。ランウェイ28、クリアルフォーテイクオフ。ランウェイ28、クリアルフォーテイクオフ、フィールドエア4873。はい、これでもう一回離陸許可ですね、出しておきましょう。このホールドポジションがすごい使えますよね。はい。で、一気に着陸するごとに10ポイント入っていく形です。フィールドエア4873。コンタクトディパーチャー。はい。あ、いいですね。やることがなくなったんですけど。フィールドエア6961。プッシュバックアプローブドエクスペクトランウェイ28。はい。グラウンド28プッシュバックアプローブド。フィールドエア6961。
ああ、手前でホールドショートが、あ、なるほど。止めとくってことか。これ一応なんか自動的に滑走路前とか止まってくれる形ですね。着陸許可来た。フィールエア1601。ランウェイ28クリアルトゥーランド。Runway 28 cleared to land field air 1601. はい。St. Thomas ground. Field air 6961 ready to ないな。taxi. ああ。フィールエア6961。ランウェイ28。Runway 28 field あ、air この空港はもう大丈夫そう6961. な気がしてきたな。はい、行ってもらいましょう。あー、これは待った方がいいか。あ、行けるか、これ。Field Air 6961 Runway 28 Clear for Takeoff。 Runway 30 28あれば cleared for 大丈夫でし takeoff ょ field air 6961. う。 Deny 803ランウェイ28クリアードトゥラン。Runway 28 cleared to land Denali はい。 803. St. Thomas あ、Tower. バリュー来Value た。 1118 requesting push and start. でかいか。バリュー1118プッシュバックアプローブドエクスペクトランウェイ28。はい。 Ground. 28 push back approved. 時間 Value もうそろ 1118. そろちょっとロサンゼルス空港行きましょうか。本当にやばいですよ。ロサンゼルス空港は一気に滑走路が4つになって、ターミナルもかなり多いですからね。そうですね、音声操作が可能です。ただし、Windows の音声認識ソフトを立ち上げて、Ground. Value なおかつ言語 1118 設定 ready を to 英語に taxi. する必要がありますね。Value 1118 Runway 28。Runway 28 value 1118. このマウスで操作するよりかす St. ごい Thomas Tower. Leslie 分かりやすく9026ていいですね、やっぱ音 requesting 声 push の and 方が。 start. Field Air 6961コンタクトディパーチャー。はい。 Roger. Good morning. グッモーニング。あ、もう一つ来た。TAB はトランスアメリカなんで、トランスアメリカ926、プッシュバックアプローブド。なんだったっけ？ もう一回。Say again. Say again って言われて。トランスアメリカ926、プッシュバックアプローブド、エクスペクトランウェイ28。Ground. 28 push back approved.Leslie 9026. あ、いけたかな。 トランスアメリカ926ランウェイ28。Runway 28 一Leslie 応コールサインも9026. 全部そのマニュアルの場所には書いてあるんで、これ見ていけばなんとかなりますね。ちょっと待って、結構間隔短くないですか、これ。大丈夫なのかな。並んじゃった。やっぱ一つしかないから多いと大変ですね。あ、セスナ機か。フィールドエア1601タクシートゥーターミナル。Taxi to terminal field air 1601. 1601。はい、次も待ちましょう。着陸の間隔短かったですよね。まあ、でも一応中にはすぐ入れそうなんで、こっちが離陸ができないですね、これだと。あ、来た。またセスナ機か。とりあえず、Deny 03タキシートゥーターミナル。はい。Taxi to terminal Denali 803. Deny 803。これ出しちゃうか。バリュー1118ランウェイ28。クリアトゥーテイクオフ。クリアフォーテイクオフ。
回。St. Thomas Tower. Field Air 201 requesting push and start. Value 1118. Runway 28. Clear for takeoff. St. Thomas Tower. Cleared for takeoff. Field Air 2201 requesting push and start. Field Air 2201. Runway.あ、間違えた。ちょっと待って、これどこ行こうとしてんの？これは奥か。先にこっち側を。フィードエア2201。プッシュバック、アプローブ、エクスペクトランウェイ28。はい。アプローブ。あ、こっちか。こっちは長い距離だな。で、これ行ってから、こっちがプッシュバックさせましょう。ラインアップ&レートありますね。ランウェイ、ほにゃらら、ラインアップ&ウェイト。これって何なんですか？滑走路上で待機。あ、滑走路上で待機とかあるんですね。あー。トランスアメリカ926。ランウェイ28、クリアードフォーテイクオフ。Runway 28 cleared for takeoff Leslie 9 or 26. これフィールド2201はエコーから行ってほしいな。フィールドエア2201 Runway 28 at echo echo Runway 28 at echo field air 2201. ああ行った行った行った。ショートカットできましたね。よし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 。素晴らしい。Value 1118. コンタクトディパーチャー。はい。これ忘れちゃいないですね。で、201は？あ、これも小型機か。Feed Air 201. Runway 28. At Waco. B じゃない。Feed Air 201.Runway 28 at echo. Runway 28 at echo field air 201. とりあえず出発ですね。ウェコ。カタカナ英語でもなんとか結構このなんだろうテンプレに従って発音。なんとなく発音をテンプレが拾ってる感じなんで多少適当でもなんか認識してくれますね。あー出さなきゃ。フィールドエア2201ランウェイ28クリアフォーテイクオフ。あー待って待って待って、もう一回。フィールドエア2201Runway 28 cleared for takeoff. Runway 28 cleared for takeoff. 途中で無線入ると分かんなくなっちゃうな。Denied 55. Runway 28 cleared to land. Runway 28 cleared to land. Denied 55. Feed air 2201. Contact departure. Roger. はい、ラジャー。とりあえず落ち着いた。よし、じゃあこれ到着したら次ロサンゼルス行きましょうか。適当に始めて適当に終わる形ですね。Saint Thomas Tower. Denali 806. もういいでしょこれは。ロサンゼルス空港行きましょう。 OK 終わり。はい。